前が遊ぶ家は、鳥取県出身のドラムパーカッション奏者。14歳でドラムを始め、同時にバンド活動も開始。23歳で上京。25歳の時に、すべて独学で習得したドラミングが、ブルーマングループイン東京の音楽監督兼、ドラムプレイヤーである、ビル・スワーツ氏に認められ、同グループへの参加が決まる。ブルーマングループイン東京での出演をおきっかけに、 プロ活動を開始し、ベビーメタルやマーティフリードマンをはじめとする多岐にわたるアーティストのバックバンドやスタジオミュージシャンとしての活動を行う。ドラムの演奏は非常にタイトで、かつ派手。ベビーメタルのバンドメンバーである大村隆義、ボーラにめちゃくちゃタイトと評されている。ジャストであったり、ミリセコンド単位でのためを聞かせたりと、楽曲が求めるものを ほとんどのジャンルを問わず表現する。2015年8月、ソナーアーティストとして迎えられる。現在は、若手ドラマーの育成を行っており、吉祥寺の音楽スタジオ機か並びに、ESP ミュージックスクールにて講師を務める。講師を兼ねつつ、多種にわたるアーティストのサポートを行い、仮バンドのドラマーとしても腕を振るっている。2018年1月の藤岡剛大の、旧制以降、 カリバンドのリーダーを務めている。また、初のドラムセミナーでのゲスト、アイドントライクマンデーズのドラマー周期は、実の弟である。ドラムは、ソナーアクセントステージ3を愛用していたが、2016年3月より、同社の SQ2 が主軸となる。また、カリバンドでは、ヴィンテージアズライズを好んで使っており、非常に忠実な良いドラムと評している。 ペダルは DW5000AD ツインを、シンバル類はサビアンを愛用している。スネアもドラムと同社使用しているが、口径が13インチのものを特に好んで使用している。など、ありがとうございます。